あの日からな。そこ、やつか。今さら手遅れだぜ。ざまあ見ろ。ざまれ虫けら。このチョクロ、やはり最後に勝つのはこの大筒木一式だ。だがこのままじゃ七代目が。ざまら加藤衆なんぞでは断じてない。なんだこれ。何を。なんだ、何が起きた。なんだ。お前らの言うつながりとやらのおかげでカワキを探知できたんだからな。感謝するぞ、カワキ。まずい。いやあ、カワキ、会いたかった。俺にまた刻もうとしてんのか、あの忌々しいガマを。こいつが大筒木一式。危ないところだった。現時点で余命興奮ってところか。この俺がこんな奴らにここまで追い詰められるとはな。せいせいするぜ。てめえの命が尽きる瞬間に立ち会えるなんてな。ちょっと長めの仮眠を取るようなものだ。逃げろカワキ、時間を稼ぐんだ。凄ましいぞ。行けカワキ。逃げられるわけがないだろう。おいおい、ジタバタするなよ。すぐに済む。怖がることはない。何、カワキ、どこでもいい、隠れろ。間抜けめ、白眼を前にして目くらましなど。投資能力を阻害する粉塵、効果は数分だが十分こと足りる。間抜けはお前だ。小賢しい。ほんの数分でいい、こいつがくたばるまで。カワキ。カワキ。いいぞ、頼む。なんとかそのまま逃げ切ってくれ。ふざけやがって。マジかよ。絶対に逃がさんぞ。あれを使って位置を探っているのか。俺から逃げ切れるとでも思っているのか。危なかった。くそ。くそ。このままでは拉致が開かん。
をするまでだ。聞いてるかカワキ、こいつの腹を蹴り破って殺す。20秒以内に出てこい。逃げたければ好きにしろ。クソ、下等が。大事なホカゲが死んでもいいならな。始めるぞ。20 19 18 17 16 15 14。いいんだカワキ、そのままじっとしてろ。13 12 11 10。7体目。安心しろ、カワキ。大丈夫だからよ。チャクラってのは、つなぐ力なんだってよ。なあ、本当に俺の中にもあんのか？お前の中にも、ちゃんとあるってばよ。俺もなれると思うか、この人みたいに。昔の俺を見てるみてえだよ。俺に忍術の修行をつけてくんねえか。ほっとけねえんだ。いいけどよ、楽じゃねえぞ。よし、そんじゃ。今日からお前は俺の弟子だ。7代目に弟子入りしたんだ。お前は忍びになどなれん。あの人言ってたぜ、俺は筋がいいんだって。決して何者にもなることはない。他にもいろいろ教えてくれた。この一式の器として消えてなくなるだけの存在だ。空っぽだったこの俺に生きる意味をくれた。その結果どうなった？奴が与えた右手のせいでお前は見つかり、奴が与えた情のせいでお前はこうして捕まった。これが現実だ。何も分かってねえな。七代目のいない世界なんて俺には何の意味もない。死んだ方がマシだってそう言ってんだよ。どうでもいい。どの道お前はただの器だ。
当然の結果にしてこれが現実だ。これで安心して眠りにつけそうだ。何度も肝を冷やしたがな。おっと、そろそろ寿命が尽きるようだ。惜しかったな貴様。加藤主の分際でよくぞこの俺をここまで追い詰めた。なんだ、カーマが。これは。あと何秒だ。教えてくれねえか。お前がこの世にしがみついていられるのは、な、大筒木さんよ。貴様、どういうことだこれは。歯に抜かしてやがる。バカな、どうなってる。カーマは確かに刻んだはずだ。影分身の術。何か言いたそうだな。どうでもいいけど、単なる器ごときにまんまと出し抜かれて死んでいく。何と言おうがこれがお前の現実なんだからよ。好きなだけ寝てろよ、クソったれ。Thank you.